卵、ふわふわ。エッグヤザーの無敵テレビ。本日はこちら西武新宿駅の方にやってまいりました。どうもこんばんは、エッグヤザー軍団です。順番間違えちゃったはい、ということでこれから、僕が今日新しい最新兵器携帯のルーレットというのを手に入れたんで、そのルーレットで西武新宿の行ったことない駅をいっぱい入れたんで、それを回して止まった駅にこれから行こうという企画です。それじゃあ今からこの新しい新兵器、このルーレットで今西武池袋線、西武新宿線か、西武新宿線の行く場所いっぱい入れたから、ただ A は近いけど H になるとすげえ遠い。 A が取り付かせ、 B が下井草、 C が上石寺、 D が武蔵関、 E 田無、 F 花子金井、 G 本川越、 H 拝島。それじゃあ今からスタートっていうから、いいから止めろよ、スタート。下井草、下井草行ったことある？はい、ないです。聞いたこともないです。何駅あるんだろう。1,2,3,4,5,6,7,8,9 駅ある。下井草行くんだっけ。なんかいろんな名前あって、上井草じゃないよね、下井草だね。結構あるどっちだよ、マジで。下井草あれ、下井草になったよね。そうですよ。そうだよ、なんかいい感じのオープンな感じの駅だね。はい、線路が、そう、ホームから。いや、下井草に到着したんだけどさ、はい、実はなんでこんなみんな持ってるかって、お前ちゃんと、お前なんだよ、ちゃんと持ってなんでかっていうと、なんでこんなものを持ってるかっていうとね、人からもらったんだ、これ。美味しいラーメンらしいんだよ、これ。あ、マジであれですか。僕これやりなかったんですよ、あのヒカキンさんもやってるこれ、ステマっていうのやりなかったんですよ、ステマ。いや、お前、違う、ステマじゃないから。この美味しいラーメンをみんな食べようってことなんだけど、うん、ただ、こんなね、外でこのラーメンいきなり食べるってなって、うん、食べれないじゃん、お湯がない。そうなんだ。だから今日はせっかく下井草に来たから、下井草の人たちの人情度を試そう、人情度チェックということで、コンビニとかさ、どっか商店とか、もう個人の家でもいいお湯くださいって言って、うん、お湯をもらえるかをチェックしたいと思います。じゃあさ、目の前にコンビニがある。あ、はい、あのコンビニに行ってみよう。じゃあまずポプラ。ポプラでも難易度高ない？1じゃないの。うっそ。いや、低いんだよ。で、ジュース買えばいいもんな。ジュース買って、すいません、お茶入れさせてください。買いませんよ。じゃあお前ちょっと行ってみる。はい。ジュースも買わないで行くの。はい、強気。コンビニはやっぱりあのお湯貸すもんだと思ってるんでもらえるもんはもらっときましょうやって。どうなるか、難航してるぞ。してるね。なんて言ってんだ。なんか談笑みたいなしてる。こっち見てるぞ。あいつなんかこっちのこと言ってるな。こっちで撮影してますみたいなこと言ってる。汚いやつだな。行きますよ。あれ？あれ？ダメだったんじゃないの？走れってこと。うっそ。どうだった？で買ったとこで入れてこないのって厳しいね。じゃあ次キャオちゃん行こうか。そこ行こうか。ガストってさ、ドリンクバーのとこにお湯あるよね。ガスト行ってみる。ガスト、ガストかドトールだよ。とんかつおかめ。おーへよー。じゃあ先に決めろ、はい、キャオちゃんがどこ行くか。ドトールかとんかつおかめか、ガストどこ行ってほしい。とんかつおかめ。行ってきたいと思います。とんかつおかめ、お湯もらってきます。うわぁ、なぁ、どうな感じになるか。キャオちゃん、なんて言うの。お前さ、キャオちゃんにとんかつおかめとか難易度高いに言ったんだから、お前待って、あと研ぎついに行くか。大丈夫です。大丈夫。なんでもいい、なんでもいける。あ、来た。あれ、え、お、あれ、まさか、もらった。いただきました。うわ、すごい成功した。
超優しかった。おばちゃん、普通にポットがあって、うん、ガンガン入れてくれた。マジで、うん、はい、ということでキャオちゃんがとんかつおかめというお店でお湯をもらってきました。いただきました。すごいね。いや優しい、素敵な夫婦が経営してるお店でした、おかめ。じゃあキャオちゃん食べてみよう。はい、いただきます。ソースラーメン、いただきます。ちょっと今寒いしね、冬で。冬になりかけてて。あ、すごいいい匂いですね。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。大阪好みの味やん。いや、 やっぱ捨てならしくていいですね。ただね、俺難易度10見つけたんですよ。難易度で喧嘩売ってますよ。やばいよな、ラーメン屋にカップラーメンのお湯くれっつってんだよ。